江名市町の小坂高音です10月末から市内で新型コロナウイルス感染症の新規感染者が急増しています感染者の多くは接待を伴う飲食店に由来しておりその中には外国籍の方も含まれていますこうした中、感染拡大を防止するため11月3日から30日までの4週間 江らし独自の非常事態宣言を発出することといたしました市民の皆様には、マスクの着用、手や指の消毒、密の回避など基本的な感染防止対策の徹底をお願いいたしますまた、会食につきましても、できる限り感染防止対策に努めてくださいますようお願いいたしますワクチン接種につきましては およそ9割の方が接種済みです。まだ接種がお済みでない方には、個別にご案内をさせていただきますので、ご検討くださいますようお願いいたします。また、外国籍の方にも個別にご案内をする予定です。積極的な接種をお願いいたします。大切な人を守るため、私たち一人ひ人が 感染を防止するための行動をとることが何より大切です皆様のご協力をお願いいたします